炎上万博の七沢美也めっちゃ可愛かったですけど、あの後エッチしたんですかね、社長たち。いや、すごいやん。多分、そんなことないよ。いや、そんなことないとか信じたいし、普通に。いや、そう、さすがにないよ。そんな、許せない。絶対に。おかしい。俺が熱で苦しんどうのに、社長が AV 女優とセックスしとったら、普通にバリやばい。もう解散よ。そんなの解散です。絶対許さん。あ、もう解散。絶対に解散。あ、おかしい。いろんな奇跡が重なり合っとったよね。これやっぱ、七沢美也ちゃんもすごい良かったし、あの、衣装を考えた人も、多分、メンサーの会員とかやん。だって。あんな衣装思いつかんやん。こんなやつ。こういうの。これなんか、瀬戸大橋みたいなのがさ。わかる？そんな思いつかんやん。普通にめちゃくちゃすごいやん。本当に天才と思うんよ。もう、全部の秘密結社に入っとうやん。あれ作ったやつは。メンサーでもあるし、こうフリーメイソンでもあるし、アノニマスでもあるやん。全部の会員やん、多分。もう天才やったよ。あれを、あの子に着せるっていう。やっぱ、すごいよね。やっぱ、事実は小説よりうんたらかんたらよ。本当にすごいよ。あんな細い瀬戸大橋、やバカ。何よりも太いって。あそこの瀬戸大橋が。何よりも太いよ。私、あの衣装着てライブ行くわ。ちなみに38歳。その、むず、年齢自虐に使うタイプ。やめな、それ。本当に周り、なんて言っていいかわかんなくなっちゃうんだから、絶対よそでやんなよ、それ。やめなさい。それもう本当にどうしていいかわかんなくなるんだから。あれがあれば戦争なくなる。マジでそう。あれがあれば本当に戦争なくなる。やべえコメント読まれた。読まれてやべえコメントすんな。何やそれ。おまたゆるい系は嫌やよ。おまたゆるい系の何が嫌なの？なんな？何が嫌かだけ教えてくれ。俺とレスバしようぜ。俺ポチ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 。裏垢一生懸命今から作ってお前に絡みに行く。何がいけないんですか？それってあなたの感想ですよね。カチカチカチ。おまたゆるいけど何が悪いんですか。今日の動画を見てくれてありがとう。そんな感じでね、あとみんな切り抜きとか回ってきたらね、あの高評価とかいいねって、あの登録してあげてね、切り抜きの職人喜んじゃうからね、じゃあね、本当にバイバーイ。